4月第1土曜日日曜日に行われる年三光大祭。春爛漫、満開の桜とともに春を喜び賑わいを極める行事です。桜の花が咲く時期に農家では農作業が一段落すると、寒川町内の氏子をはじめ各地区の公社団体の方々が相携えて参拝します。日頃の御神恩に感謝し、今年の豊作と幸運の無病息災を祈願する祭りです。境内の会場では総代や氏子有志による奉納園芸大会を開催します。5月5日の端午の節句は豊の町。天下太平、五穀豊穣を祈願するこの祭りは、夏の浜織祭と並ぶ二大神幸祭の一つです。早朝、寒川神社を出発した神輿は大磯町の上反山に到着。相模の国を守る五社の神々がお集まりになり、正午には古式座問答が行われます。寒川神社と川和神社が虎の皮を敷き合い、一宮の座を主張、日比田神社のいずれ明年までとの仲裁により翌年に持ち越されます。古の故事を再現した伝統の神事です。豊の町は神奈川県無形民俗文化財にも指定される古式ゆかしき相模の祭事です。いずれ明年まで。午後、大矢場では6社の神々が年に一度の対面をする神対面の儀により、始皇神が奏者に納められます。大磯町の町長が国司役として各社を拝礼する国司奉幣の儀が執り行われます。参拝者には神前に備えられたちまきが無病息災を祈念して授与されます。6月30日は水月大祓式。日頃知らず知らずのうちに犯している罪汚れを半年ごとに払い清める伝統神事です。氏子通慶社は大祓への言葉を奏上した後、自らの罪汚れを写した人形を納め、血の輪を3回くぐることで厄を落とし、本来の清らかな姿に立ち戻ります。このあと寒川神社では当日参加できない方のために事前にお渡しした人形を代わりにお祓いする大祓祈願祭が執り行われます。大祓式で心身ともに生まれ変わった人々は無病息災を祈りつつ夏を迎えます。